はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、2020年12月10日、深夜1時過ぎとなっております。はい、今日はですね、ハードプライスが1週間で 100% を超えて上昇し、カバのクロスチェーンマネーマーケット、DAP は、12月30日に完全に機能するようになりますということでね、はい、非常にですね、カバー、面白くなってきたなというところで、まあ、お伝えしようと思うんですけどもね、今ビットコイン、ね、上がったり下がったりということとこで、現在ですね、まあ、190万前後というところになっていると思いますけどもね、まあ、今後どうなるのかっていうところで、結構ね、注意深く見ておられる方がいると思いますけどもね、はい、まあ、来年ですね、2021年は、果たしてですね、どのようなことになってくるのかなというところで、どのね通貨がね伸びてくるのかなってね、みんなね、気にされてると思います。はい、コインオタクさんもですね、ライブでね言っておられたんですけどもね、コスモスとポルカドットですね、注目してますよというふうに言われてまして、僕の方もですね、コスモスについては、CCN ですねを通じて、おすすめですよというふうな形で、お伝えしております。はい、そのねコスモスの関連の、ニュースっていうのをね中心に、最近は配信しているんですけども、その中でもですねカバーというね、ものがありまして、これについてもですね非常に、技術がね開発が進んでいるということで、ちょっとお伝えしていこうと思います。はい、ということでですね、内容としましてはカバーがですね、4ゲートウェイをリリースということでね、10月15日ねアクティブ化ということになってまして、10月30日の、ブランド変更ということになりますので、カバーのねコア機能を駆使したハードプロトコルということでね、イーサリアムの制限付きディファイとは、異なり、ハードプロトコル、総合運用可能で、コースループットカバーブロックチェーンからリリースされましたということで、ハードプロトコルですね、動画の方もですね、以前撮らせていただいているんですけども、このハードプロトコルっていうものがですね結構ね、いいというところですね。基盤がカバーと、カバーブロックチェーンということで、カバーの機能を備えた、ハードプロトコルということになるんですけども、はい、ユーザーがデジタル資産から、より多くを稼ぐことを可能にするクロスチェーンマネーマーケットですということでね、書いてますね。はい、このハードプロトコルのバージョン1ということで BTC とか XRP とかね、ハード供給側の預金とインセンティブを、サポートということでね書いております。今年6月にカバーは、カバー3をリリースすることによって、イーサリアムで提供されていたものを拡張することによって基盤を確立しましたと、はい、いうことですね。はい、クロスチェーンマネーマーケットはディファイが必要としているものですということでね、書いてますね。ERC20 トークンのみが高い貸付率の恩恵を受けたり資産を借りたりできるようにするイーサリアムの制限は、より広い暗号通貨エコシステムにディファイをさらに採用するための障害ということで、カバー3はですね、担保として使用される、資産を移動するためのクロスチェーンブリッジ、担保をエスクローするための CDP モジュール、担保を、生産するためのオークションモジュールなどを導入することで基盤を確立しましたと。で、4をですね、リリースで、暗号発行者が、USDC や USDT などのトークンも、カバーブロックチェーンで、直接ミントまたはバーンできるようにする、ということで、はい、より多くのプロトコルのサポート、新しい最適化されたブリッジテクノロジーなどより多くの機能が追加されましたというふうに、載ってますね。はい、すでにビットマックスハードプロトコルと、統合されて、より、他のディファイプロジェクトとは異なりクロスチェーンアセットサポートのためにプラットフォームを選択していますと、はい、いうことですね。技術が非常に進んでましてですね、はい、このカバーもですね非常にその、コスモスベースではあるんですけどもね、はい、それを利用して、うまくですね、自分の、得意な、ところを伸ばしているといったところかなというふうに思いますね。
ちょっとねカバー、非常にちょっと注目していますということで、お伝えしているんですけどもね、はい、コスモスとポルカドットと言われるね、ものがあるわけですけどもね、この目標としてはですね似たところがあると思うんですけども、コスモスでは異なるチェーンへの転送させるデータですね、はトークンに限られているということ、一方で、ポルカドットの方はあらゆる種類のデータを、転送可能ですという、ちょっと違いはね、やり方によって違いは出てくるんですけどもね、はい、果たしてそのコスモスとね、ポルカドットっていうのは競合なのかって言われるとですね、技術的にはですねやっぱり同じ分野っていうことですので、はい、そうなんですけども、そのコスモスとポルカドットですね、そのブリッジチェーンによってつなぐことができるので、将来的に両者は共存し、相乗効果を発揮する可能性は十分にあるということで、はい、そのやり方は違いとですね、お互いにですね、目標とするところはですね、似たようなところかなと思いますので、そこに向けてですね、やっていけばですね、将来的には両者は共存してですね、相互可能な、状態になるのかなというふうにね、期待されてますというところですね。ということでですね、コスモス SDK ですね、コスモスで言うとですね、ポルカドットで言うとサブスターレイトっていうんですかね、といった、共通のフレームワークっていうのをね、用いてブロックチェーンをね、インターオペラビリティが、実現するということでね、はい、言われてますね。まとめますとですね、そのインターネットオペラビリティという言葉があるんですけどもね、はい、これがですね、実現するとですね、異なるブロックチェーン間での、データの送受信ができるということに、なって、相互性を担保で、できるということで、ブロックチェーンの応用範囲は、広がっていく可能性が高いということでですね、それですね、要は技術を、提供することによってですね、キャパをね、広げたりとか、処理をね、変えたりとかね、いろんなことができていくわけで、そういう意味ではですね、やっぱりコスモスとかポルカドットのね、技術っていうのはすごくね、大切なものになってくるのかなと、思いますね。はい、ネットでも結構ね載ってますのでね、調べていただけたらね、すぐ違いとかもね分かると思うんですけどもね、はいはい、要するに何が言いたいかと言いますと、本当にですねコスモスのね、最近ニュースが結構あって、アップデートを控えているということでね、活発化していると、でテストネットとかいうことをしてまして、バグの修正とかね、問題点をね突き止めてね、修正加えて、本番に備えて、今ねかなり詰めてやってる状態ということですね。やっぱりデジタル通貨にしてもですね、仮想通貨、暗号通貨にしてもですね、そのブロックチェーン上に、構築されるものっていうものがあると思うんですけども、やはりですね、異なるブロックチェーンですので、交わることがないというのがね結構、普通のことなわけですね、それをですね覆してですね、異なる、全然違うブロックチェーン同士でもね、つなげるように、コスモスっていうのものはですね、頑張って今開発をしているということですね。はい、ポルカドットも同じようにそういった、ビジョンっていうのは、一緒なのかなというふうに思ってますけどもね、はい、そういったところで動きが、ありますよというところです。はい、来年ですね2021年以降、どうなりますかね、本当に、そのコスモスっていうものがですね、世にね出てくるというかですね、認知され始めてですね、徐々にね、価格上昇もね狙えるんじゃないかなというふうに思ってます。現在ですね500円前後っていうところでですね、1アトムですね、コスモスの通貨である、アトムっていう通貨があるんですけども、現在非常にですね安く、価格をなっているんじゃないかなと思いますので、はい、いつでも買い時なのかなというふうに思ってます。はい、ということでですね、こういった、関連のねコスモス関連ニュースということで、
非常に周りでは盛り上がっているところが多いということですので、はい、まあ、その辺もですね、また、はい、面白くなってくるんじゃないかなというふうに、ね、思います。はい、ということでですね、最後までご視聴いただいてありがとうございます。またですね、こういったニュース、ちょっと専門的なものになってくるんですけども、またお伝えできればなと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。